国際医学生連盟とは世界の医学生による非政府組織のこと。風ならびに WMA によって医学生を代表する国際フォーラムとして認められ、e コサックの会員資格を持つ。1951年5月に設立。6大陸130カ国の141の国内組織からなる。将来の医師たちに国際的な健康組織への包括的な参加の場を、 提供すること、地球にある医療の不平等などに敏感な医学生を育成することを組織の目標としている。本部はフランスの世界医師会内に設置。英語の略称はアイフメザ。アイフメザは第二次世界大戦後に設立された多数の国際学生組織の一つである。最初の会合は1951年5月にデンマークのコーペンハーゲンで開催された。 設立時のメンバーは、イングランド、オーストリア、西ドイツ、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、オランダ、スイス及びデンマークであった。1952年7月に、ロンドンで開催された、最初の国際総会は10カ国の合計30人が参加した。欧州で設立された組織は、現在世界中の141の組織が加盟するまでに成長した。 アイフメザは会議やワークショップを通じて学生の交流に力を入れてきた。最初の会議は学生による奨励検討会であった。1963年からはデンマーク、イギリス、スカンジナビア諸国で数多くのサマースクールが行われるようになり、医学教育、薬物、HIV、エイズなどに関する会議も開催された。 1960年代は発展途上国などの恵まれていない学生に医学賞を送るプロジェクトや発展途上国に余剰の医療機器を送るプロジェクトなどを行った。1970年代はアジア、アフリカの組織設立を行った。1986年から世界保健機関と共同のリーダーシップトレーニングプログラムが開始された。これらのトレーニングプログラムは今日も 盛んに続いている。風との公式関係は1969年にスタートしている。アイフメザと風は多くのワークショップとトレーニングプログラムを開催している。アイフメザと国際連合教育科学文化機関は1971年以来協力関係にある。主な活動は学生の交換留学と多数のプロジェクトの推進である。 毎年約1万4000人の医学生が臨床交換留学と研究交換留学に参加している。また、公衆衛生、医学教育、生徒生殖、人権と平和に関するプロジェクト、プログラム、セミナー及びワークショップを開催している。アイフメザの活動はすべて下記の6つの常任委員会の管轄下にある。組織の狙いとして以下を掲げている。一方、 加盟組織を通して世界中の医学生と社会に貢献するための組織として以下の最終目標を掲げている。アイフミザは130カ国の141の医学生団体から組織され、それらはんもと呼ばれる。アイフミザの活動はすべてんもによって組織、実行されている。ほとんどのんもはそれぞれの国で各医学部、医科大学内に LCE を持っている。 LC がアイフメザの活動を調整、組織している。これらの LC を通して NMO は、医学生と直接的につながっている。アイフメザは、加盟組織である NMO の独立性を尊重し、NMO は、どの活動に参加し、どのような活動を新規に始めるかを決定する、権限を持つ。アイフメザ加盟国一覧アイフメザには130カ国、地域の141の NMO が加盟している。台湾。 コソボなど国連非加盟国、地域のウモが台湾、コソボの名称で正会員として加盟しているほか、ケベック、カタルーニャ、スルプスカ共和国、タタールスタン、北キ,キプロス、クルディスタン、香港など国家内の一部地域で構成されるウモが巡回員として加盟しているのも特徴である。ウモはヨーロッパ、東地中海、アフリカ、アジア太平洋、南北アメリカの5つのうち、 いずれかの地域に属している。意思決定プロセスは総会に、実行プロセスは国際委員会に、監視プロセスは関西委員会に委ねられている。総会はすべての主の代表者により構成され、3月と8月の年2回行われる。総会では活動、定換、最速などについて様々な決定が行われる。総会では毎年役員が選出される。 役員は、理事会、各常任委員会の代表、リエゾンオフィサー、各地域の代表により構成される。理事会は組織の日々の運営に責任を持っており、資金調達、マーケティング、外部との関係調整、財務管理、各運門のサポートなど運営上の問題に対処している。各常任委員会の代表は、各常任委員会の活動を実行している。 各国、各地方の会員にサポートを提供し、常任委員会の会合の準備を行うほか、新規の活動に対する責任を負う。リエゾンオフィサーは、外部の重要な団体との連絡を管理しており、他の組織に対し、アイフメザを代表する役割を担う。各地域の代表は、アイフメザの5つの地域それぞれの代表としての役割を担う。関西委員は、 総会で選出され、役員の業務を評価、監督し、問題が発生した際に対応する役割を担う。2000年以降の会長は以下の通りである。年2回、も物代表は総会に集まる。3月と8月の会議には、世界中から数百人の医学生が集まる。総会では組織の問題点の議論や、各務官の重要な意見交換などが行われる。 総会は組織の最高意思決定機関の役割を果たす一方、会議の実際のプログラムでは、トレーニングやエバリュエーションなどのセッション、各常任委員会のセッションなどが、総会本会議と並行して行われる。多くの参加者は、各常任委員会のセッションに参加し、交換留学の契約の締結、各国での活動の報告、新たな活動の計画などが一日を通して、 行われる。広範なトレーニングがプログラムに組み込まれており、ロビー活動の技術、集団力学、戦略的計画など、一般的な大学のカリキュラムでは教えられない一方、必要となるような新しいスキルを教えるプログラムも、ある。活動が、交換留学以外にも幅広く行われるようになるに、連れ、各常設委員会以外の国際的な活動や、 各国、各地方の活動を共有するプロジェクトフェアも開催されている。各分野の専門家との議論の場や国連職員の講義を受講する機会も設けられている。総会ごとに特別財務委員会が選出され、組織の予算と財政の監査を行う。その他、理事会、役員、アイフメザのプロジェクトからの報告の承認、公式なアイフメザの政策提言の承認なども行う。 組織の将来に関わる重要な決定は、運営の代表と理事会が共同で協議し、総会本会議で承認される。総会を誘致、開催することは、組織委員会にとり名誉である一方、大きな試練でもある。ボランティアの学生により、資金調達から実行に至るまでのすべての運営が行われる。総会前後には、ソーシャルプログラムも行われ、 開催国の文化や創造性を他国からの参加者に紹介する機会になっている。過去の総会の開催都市は以下の通りである2012年3月の総会の開催地は2011年3月10日に行われた総会の本会議における投票でガーナのアグラを破り東京に決定していた。しかし翌日に東日本大震災が発生したため開催を辞退し、 大体地として、アクラでの開催が決定した。総会に加え、定期的に各地域における地域会議も開催される。会議は総会と似た日程で、各地域において年1回開催される。総会に比べより多くの学生に参加の機会があり、より地域に関係のある問題に焦点を当てたプログラムが行われる。 過去のアジア太平洋地域会議の開催都市は以下の通りである。ABCIFMEZERJAPAN 公式サイトより ifmsa.org2007 年5月18日閲覧。ありがとうございます。